玲香です。インド行ってきます。ありがとう。はい、中ほど12、13列目にお座りのお客様はお店。よし、今荷物も預けてチェックイン完了。めちゃ泣いてる。すごい全面あいちゃう。免税店が大丈夫かよ、経過。ちょっと緊張してきた。でもまだ余裕やな。見て、もう東京は暗いよ。6時発の飛行機に乗って向こうに、1時半に着く。向こうの1時半の気温がわからんくてさ、一応ジャンパー持ってきた。あとね、インド人にあげようと思ってうまい棒何本か買った。なんか仲良くなれるきっかけになるかなと思って。もう搭乗ゲート着いた。あとは乗るだけ。うん、今回のインドの旅は約10日間なんだけど、もう本当に充実させた時間にしたくって、行ってよかったなって思えるようなね。というのも家族からさ、IUA の心配で反対をされてたわけよ。だから、経過自身もやし、帰ってきてからの経過次第なんやろうけど、家族からも行かしてよかったなって思ってもらえるように、そうね、インドの滞在時間よりも行く前後の方が大事かなみたいな。一番最初経過行きたいなって思った時は、ここまで深く向こうに行ってから、何を得たいのかとかふわっとしてただけ。ただ行きたいなぐらいで言ってたんだけど、約 1,2 ヶ月くらいこう自分と向き合える時間にもなったし、反対されたのが良かったってわけじゃないけど、その時間はすごく経過にとっても大切だったかなって思うから。何が言いたいっちゃろ。ダメだな、ダメだな。聞いて、聞こえる？今ね、英語で質問されて英語で返した。ちょっとあまりにもなんか早めに海外を感じすぎてちょっと嬉しかった。今飛行機乗りました。あとは、パイロットに任せるだけ。安全運転よろしくお願いします。隣いないの。最初インドのおじさんが座ってたんだけど、間違えたって言って後ろに行った。いただきます。これさ、外カメで撮ってるんやわ。だから自分が今どんな感じで映ってるかわからんっていうね。これなんやろ、ドレッシングか。いただきます。今回の経過の旅の目的はヨガなんやわ。早速着いて次の日の朝から修行。ふう、頑張らんといかん。明日からの修行さ、みんなガチ勢やからさ、ちょっとプレッシャーやったよね。でもめちゃくちゃいい勉強になると思う。チキンや、そういえばなんかもうインドにおる間ってお肉が食べれんのかと思った。もうビーガンみたいな、それはそれでいいかなみたいな。経過韓国に住んでたことあったんだけど、帰ってきてから食生活すごい気をつけて、野菜オンリー生活風なことをやってたという。
なんかご飯屋さんとかもそういうビーガンなお店調べたりとか、この前ねバイト先の先輩に教えてもらったうどん屋さんに出てくる天ぷらがめちゃくちゃ美味しくて、ね、人参の天ぷらなんだけど、こんな分厚いのを揚げてるんだけど、もう甘いとよ、多分下味一緒じゃないか、じゃなかったら相当甘い人参やと思うもん。ヨガの話戻るけどさ、経過将来的にも、あ、ダンスやってんだけど知ってた？ダンスのインストラクター今やらせてもらってて、将来もその自分の体を使って誰かに伝えるとかっていう仕事をしたくて、その中の一つでヨガも取り入れたいなと思ってて、でインドに行くからにはさ、本場でしっかり習いたいやん。なんかまだまだ結果ヨガに対してめっちゃ浅いんだけど、やってて一番好きだなとか一番ハマった理由っていうのは、1時間のレッスンを受けたらその1時間本当に無でいられるというもうみたいな。ねえ最悪なんやけど、ビザのコピーをキャリーに入れっぱなしで、え、ちょっと待って待って待って、どうしたらいいと、どうしたらいいと、しかも今 Wi-Fi が繋がってないとよ。こっち今1時なんやけど、1時半からあの Wi-Fi を使えるやつにしてて、もううるさいなやるよね経過。もうまあね、そうよね、そんなうまくいくとは思わんかった。あ、やだやだやだ、みんなに見られてる。あ、Thank you Thank you so much。え、よう分からんけど行けた。今ケイカの心臓触ってほしい。もう自分でも聞こえるぐらいドッキンドッキンやってる。あっ、臭い、インドの匂いがする。あ、ホッとしたからやろうか。あ、急に匂う。おお、カレーや。荷物ゲット。てかここからよ、ここから、ここから宿までドキドキしてる。Thank you。